ジョン・プロヒューモ・ジョン・デニス・ジャック・プロヒューモ CBE は、イギリスの政治家。ハロルド・マクミランの保守党政権に大打撃を与えた、1963年のプロヒューモ事件での中心人物であった。プロヒューモは、ロンドンのケンジントン地区で、イタリアが、起源の家系に生まれる。父親のアルバート・プロヒューモは著名な弁護士であり、第4代、プロヒューモ男爵の爵位を保持した。 1940年に父親が死去し、プロヒューモはその爵位を継承したが、使用しなかった。プロヒューモはハーロースクール及びオックスフォードのブラセノーズ大学で学び、文学修士号を得る。1939年には陸軍に入隊し、最終的には巡将にまで昇進した。 戦後には連合国軍最高司令官総司令部、英国連絡事務所長のサーチャールズ・ガードナー、中将の参謀長として、東京で勤務している。1940年3月、第二次世界大戦中のイギリス軍で勤務している。間にプロヒューモは、ノースハンプシャー州ケータリングの補欠選挙に、保守党からの候補として当選し、会議員となる。ノルウェーのナルビクで、 イギリス軍が敗北した直後、プロヒューモは国会でチェンバレン内閣に対して反対票を投じた。彼は当時最も若い議員であった。また、1940年の下院議員の中で最も長名であった。1945年2月に行われた総選挙でプロヒューモは労働党候補、ギルバート・ミッチソンに敗れる。終戦後の1945年末より、 プロヒューモは、イギリス軍の日本占領軍の主席補佐官として、日本に滞在した。1950年にプロヒューモは軍を退役し、同年の選挙でウォーウィックシャーのストラトフォード、オンエーボンから選出される。プロヒューモは、要望もよく弁舌が巧みで、良い血縁関係を持ち軍での経歴もあったため、保守党では重視され、1951年に成立した。 保守党政権内での地位も上昇していった。1952年11月には民間航空省の政務次官に就任。1953年11月には民間航空、運輸省の政務時九1957年1月には植民地省の政務時九1958年11月には外務省の政務時九百五十九年一月には 外務大臣と養殖を歴任した。1960年7月には、マクミラン内閣で、陸軍大臣に就任し、スーミツイ院のメンバーに任命される。なお1954年には、女優のバレリー・ホブソンと結婚している。1961年1月にビル・アスター邸である、クリーブデンで行われたパーティーで、プロヒューモは高級売春婦のクリスティーン・キーラーと出会う。 プロヒューモとキーラーの関係は数週間で終わったが、その一件に関する噂が広がり始めた。当初マスコミはこの噂をプライバシーに関わる問題としてあえて報じなかったものの、1962年12月にロンドンで発生したキーラーと関係した他の2人の男性が銃撃された事件をきっかけにマスコミがキーラーについての調査を始め、その中で キーラーとプロヒューモの関係に関する噂が再び浮かび上がってくることとなった。その後の1963年3月21日に、労働党選出の会員議員のジョージ・ウィックが、ある障害事件の証人として、出廷を命じられたキーラーと閣僚の一人が、関係があり、国家の安全のために事件を追及すべしとし、噂の真相究明を要求した。疑いを持たれたプロヒューモは、 その女性は知っているが、不貧乏な関係はないと、会員で身の潔白を主張した。しかしこの前後に、マスコミが現役の陸軍大臣であるプロヒューモーと関係していた、キーラーが当時イギリスと冷戦下で対立していた、ソビエト連邦の中イギリス大使館付きの海軍上級部官であるエフゲニー・イワノフとも同時期に関係していたことを報じ始めた。このため、 プロヒューモ事件は、単なる閣僚の女性スキャンダルから、軍事機密情報の漏洩という国家安全に関わる、問題となる。その後プロヒューモは、ハロルド・マクミラン首相宛ての手紙の中で、議会での発言が嘘であり、キーラーと親密な関係については認めたが、軍事機密情報の漏洩はなかったと告白、謝罪して6月5日に辞任した。なお、 プロヒューモは辞任したもののマクミラン首相も責任を取って辞任するばかりか、翌年の選挙で保守党は敗北を騎士政権からゲアすることになるなど、プロヒューモ事件は20世紀のイギリス政界における最大のスキャンダルと呼ばれることになった。辞任後のプロヒューモは社会福祉活動に注力し、ロンドンの福祉事業、トインビーホールの支援のために働き、 資金調達のためその政治的影響力や関係を使用した。プロヒューモは同事業への功績が認められて1975年に大英帝国勲章を授与された。バッキンガム宮殿で行われた授与式でプロヒューモはエリザベス2世から勲章を受け取り、プロヒューモに対する人々の尊敬は回復した。名声を回復したプロヒューモはしばしば公の席に姿を現した。 プロヒューモは1995年に行われたマーガレット・サッチャー70歳の誕生日夕食会にも招かれ女王の隣の席に座った。最後にプロヒューモが参加したのは2005年7月に行われたサー・エドワード・ヒースの追悼式であった。社会運動家でもあったロングフォード教は私が生涯知り合った全ての人の中で最も多くの賞賛を受けたと語っている。 2006年3月7日、プロヒューモは発作でロンドンのチェルシーウェストミンスター病院へ入院する。その2日後プロヒューモは家族に囲まれて死去した。プロヒューモの死後多くのコメンテーターは、プロヒューモは1963年のスキャンダルより、その後の社会貢献の功績で記憶されるべきであると語っている。ありがとうございます。